ボーイングスカイフォックスエンジン未装着のスカイフォックスの試作機ボーイングスカイフォックスは老朽化したロッキード T-33 ジェット練習機を改装して近代化した創発機である。本機はセスナ T-37 ツイティバードを保管代替する初等練習機として製作された。初等練習機の役割とともに攻撃機といった任務も視野に入れていた。 この計画は1983年にスカイフォックス社により立ち上げられ、1986年にボーイング社により買い取られた。この計画には、元々のアリソン J33A-35 ターボジェットエンジンを、脱走ファルコン20、IAI ウエストウィンド、リアジェット4 2も使用されているものと同じギャレット。 トフ731から 3A ターボファンエンジン2機と置き換えることが含まれており、機体構造も広範囲な再設計が加えられていた。わずか1機のみが製作されただけで、十分な数の顧客が確保できなかったために後に、計画はキャンセルされた。6500機以上が生産された、ロッキード T-33 は、 歴史上で最も成功したジェット練習機の一機種であったが、技術の発達は T バードを追い越していき、1980年代には世界各国の空軍はより近代的な練習機を欲していた。スカイフォックスはラッセル・オキリンにより考案、開発された T-33 の設計を近代化することを目指した。改造箇所の設計は T-33 の 設計者であるアービン・カルバート1982年にフライトコンセプト社を設立したモトロッキード社の社員たちの指導により行われた。フライトコンセプト社は後にスカイフォックス社と改称された。高度に改造され近代化された、この機体はコスト的には比較対象となる BA ホークや脱走、ドルニエアルファジェットといった心臓の練習機の 約半分となることを期待された。設計が終わった時点で、スカイフォックス社は80機の余剰の T-33 を購入した。スカイフォックスの元となったカナディア社製シルバースター最初に改装された機体はカナディア社でライセンス生産された。 t-33 と同等のシルバースター 3AT である元カナダ空軍の ct-133 であった。この機体自体は1958年製の製造番号 t33 から160シリアルナンバーアルカーフ21160であった。本機は1970年11月10日に除籍され1973年にを通じて 売却された。その後1975年にの、次に1977年にの所有となった。この機体は1983年1月14日に民間登録記号 N221SF を与えられて、スカイフォックス社に売却され、同年8月にフライトテストリサーチへ送られた。スカイフォックス仕様に改装後、 1983年8月23日にスカイフォックス機の試作機として初飛行を行ったが、これは T-33 の初飛行からほぼ35年半後のことであった。レースパイロットでテストパイロットでもあるスキップホルムがカリフォルニア州のモハーベ空港で初期のテスト飛行を実施した。スカイフォックスの試作機は全面白色に 黒の縁取りがされた薄い青の塗装が施された。その価格と性能にもかかわらずスカイフォックス社は本機の購入先を見つけることができなかったが、ボーイングミリタリーエアクラフト社がその潜在能力に目をつけ、販売権と製造権を買い取った。ポルトガルが20機分の改装キットを購入する基本合意書にサインしたが、その他の契約締結国を見つけることができずに、 顧客不足に直面した。ボーイング社は計画をキャンセルし、試作機はスカイフォックス社が製作した一機のみであった。2008年6月の時点でこの試作機はエンジンを外された状態でメドフォードのローグバレー国際メドフォード空港に中期している。ポルトガル T-33A を代替するために、ポルトガルは1980年代半ばに スカイフォックス社と20機分の改装キット購入の基本合意書にサインした。ポルトガル空軍はアルベルカノに改装作業を任せることを提案したが、ボーイング社が計画を推進するほどには、その他の国からの十分な発注は得られなかった。アメリカ合衆国もともとスカイフォックスは1986年のファーンボロ航空ショーに展示される予定であったが、その開催時期には、 アメリカ空軍が試作機をテストしていた。最終的にアメリカ空軍はスカイフォックスを購入することはなかった。スカイフォックスはボーイング社で完全に改装された完成機を購入するか、購入者が T-33 の機体を用意して改装キットを購入するどちらかの方法で販売された。 改装は既存の T-33 の機体の約70%を使用したが、機体内部に搭載されている単発のアリソン J33 ターボジェットエンジンを外装式のギャレットトフ731から 3A ターボファンエンジン2機と交換する必要があった。2機のトフ731は1機の J33 よりも17%も軽量で、 45%低い燃料消費率で60%強力な水量を発生した。このエンジン乾燥は、機体内部に大きな燃料搭載空間を生み出して T-33 で必要とされた翼炭増装を不必要なものとしたが、オプションの外部燃料タンクの要望があった場合に、備え翼炭マウントはそのまま残された。その他の改造点は、 内翼の前縁の延長。翼端造装のウィングレットへの交換。新しい一体式風防のキャノピー。コックピットからの視界向上のため機種形状の変更。T-33 の胴体。側面空気吸入口の多い。元の水平尾翼を流用しつつ取り付け位置を。垂直尾翼半ばまで上げ。アビオニクスの刷新が含まれていた。迷彩塗装施された。 飛行中のスカイフォックスの試作機スカイフォックスの試作機スカイフォックスの試作機スカイフォックスはすべて改装キットの部品から製作されるように設計されていたスカイフォックス仕様のエアフレームへのキットの取り付けや再組み立ての必要に応じて改装作業には T-33 エアフレームの分解、検査、改装が含まれていた2種類の改装方法の選択 標準の改装キットの内容、上記の標準改装キットに加えボーイング社が提供するスカイフォックスの能力全般を向上させる多数のオプション、スカイフォックスの運用と維持費用は T-33 以下であり、ホークやアルファジェットに被験するものであった。構造の改良、アビオニクスの性能向上、電気系統の再配置、エアフレームとシステムの刷新は低価格。 整備時間の低減、補修部品の消耗率の低下をもたらした。2機の TOF371 から3、A ターボファンエンジンを搭載した、スカイフォックスは J A、J33A-35、ターボジェットエンジン単発の T-33 よりも17%、軽量であり、出力は60%大きく、燃料消費率は45%低減されていた。 トフ371からサニエは J33A-35 に比べオーバーホール間隔も10倍に伸びていた。これらにより大幅な運動性能、航続距離、滞空時間、ペイロードや双発エンジンによる洋上、不時着不適地上空での安全性の改善が図られた。エアウォースペシフィケーションズありがとうございます。